もしこの人物が生きていたらその後の歴史は変わったであろうという言い方はしばしば繰り返される言だ。ただ例外的なケースはある。明らかにこの人物が生きていたら歴史は変わったに違いないというケースがある。渡辺錠太郎がもし226事件で殺されていなければ昭和史はもう少し変わったものになっていたのではないか。渡辺は陸軍の正統派というか原理派に属するタイプの軍人であり、日本陸軍のエリートとして育った軍人である。1903年に育大を首席で卒業後、日露戦争に出征するが負傷して帰国、大本営参謀となり、1905年には山形有朋の復官となった。近代日本の政治軍事指導者として最も力を持っていた元老に目をかけられたというのは、渡辺の実力が並外れていたとも言える。その後はドイツ駐在の武官となった。渡辺は戦争で疲弊した欧州各国の現実をつぶさに見たことで、非戦の思想を持つようになった。戦争を避けることがいかに重要かを説いて回った。私は戦い敗れたドイツ、オーストリーばかりでなく、勝った国のイギリス、フランス、ベルギー、オランダなどもつぶさに見てきたが、どこもかしこも惨めなありさまであった。日本も世界の列強にならねばならぬが、しかし、どうでも戦争だけはしない覚悟が必要である。渡辺は、陸軍では貴重な非戦派といえる。軍隊は強くなければならない。でも戦争だけはしてはいけない、と考えていた。渡辺錠太郎伝には、渡辺と新聞記者との印象的なやり取りが紹介されている。記者から、これからは、日本も世界の軍事大国ですね、と言われた渡辺は、いや、その軍事大国というのが心配だ。産業経済や国民生活がそれに伴っての大国ならばよろしいが、軍事だけが一人走りをした大国は何よりも心配だ。どこの国でも軍事力が大きくなると戦争がやりたくなる。だがどんなことがあっても戦争ばかりはやっちゃいけない。まさしく現代の価値観から過去を俯瞰した意見であると言えよう。226事件の4ヶ月ほど前の1935年10月3日、教育総監に就任した折に、名古屋で第三師団の将校たちに対してこのような訓示を行った。その訓示の一節に、天皇機関説排撃、国体名帳とあまり騒ぎ回るようなことは良くない、という表現があった。渡辺はこの頃陸軍内部の青年将校や彼らに影響を与えている行動派幹部の召喚、例えば荒木貞夫や正木甚三郎などの動きに不快の念を持っていた。渡辺は陸士8期で同期には林千十郎がいる。陸士9期は本庄茂、松井岩根、安倍信之、そして荒木と正木がそうであった。明治中期に軍人としてスタートし、大正期に働き盛りとなり、昭和に入っては陸軍の指導部に入った世代である。彼らの間には、確かに同世代としての親しさはあったが、その考え方や身の処し方には大きな開きがあった。荒木や正木は行動派の重鎮になるかと思えば、林や渡辺はそれに抗する側に立っていた。いわゆるこれが行動派と統制派である。この行動派というグループは、天皇機関説排撃を意図的に進めている上に、天皇を荒人神とする国体名帳運動を軍の内外で主張していた。言ってみれば、渡辺は政治的には天皇神聖を目論んでいると見ていたのだ。それは観念的で非現実的で、そして感情的でもあったのだ。ここで天皇機関説についておさらいしたい。天皇機関説とは、主権は国家にあり、天皇は国家の最高機関として憲法に従って権力行使するという考え方で、東京帝国大学の憲法学者、美濃部辰吉が唱えた説である。一方、天皇主権説という考え方もある。これは主権は神聖不可侵の天皇にあり、天皇の権力行使に制限はないという考え方で、天皇は神が人間の形をして現れたもの、その神である天皇が主権を持っているというものである。しかし1930年代に入ると天皇機関説は一気に衰退していくことになる。なぜかというと、政党ではなくて陸海軍が政治の実権を握るようになっていったからである。陸海軍は憲政の情動による政治に強い不満を持っていて、これを終わらせようと考えていた。この考えが実現したのが5・15事件である。犬養毅が暗殺されると、次の首相は政党出身者ではなく、海軍出身の斎藤誠が選ばれ、憲政の情動は終わりを告げたのだ。犬養毅を暗殺することで物理的に政党政治を終わらせた陸海軍は、1935年、政党政治の根拠にもなっていた天皇機関説を、天皇を侮辱する憲法解釈だとしてこれを攻撃。同年、政府は天皇機関説を否定して、天皇を神格化する天皇主権説を採用することを宣言した。こうして政治の民主化を支えた天皇機関説は衰退。次に日本で民主的な政治が行われるようになるのは、戦後の日本国憲法の制定を待たなければならない。ともかく渡辺はこうした天皇機関説排撃について、痛烈な批判を浴びせていたのである。渡辺のもとには、陸軍内部の行動派将校や民間右翼からの抗議が殺到した。実際に渡辺のもとには、結社を持った右翼活動家が駆けつけるという事態にもなっている。渡辺に言わせれば、天皇機関説は憲法上も政治上もすでに国民の総意になっているというのだ。渡辺の考えは次のようなものであった。陸海軍の統帥権は他の統治機構より信頼されるものではない。同時に、陸海軍は政治には関与せず、軍事予算の要求や軍内の政治的意見は陸軍大臣を通じて内閣、
そして議会に要求すべきである。昭和の陸軍の政治指導者の中で最もこの自覚を持っていたのが渡辺というよ。1936年1月から2月にかけて、渡辺は行動派が何らかの具体的な行動が起こりうるとの予兆は感じ取っていた。渡辺には護衛の警官や兵士がつけられ、渡辺自身ピストルを枕元に置いて睡眠をとるような緊迫した状況にもなった。そして2月26日の朝、東京杉並にある渡辺の私邸を高橋太郎、安田豊からの青年将校に率いられた兵士の一団30人余りが襲い、玄関に機関銃を撃ち込んで侵入してきた。226事件である。青年将校と兵士の一団は玄関から屋敷内にと入っていき、渡辺の寝室を襲った。この時娘の和子も一緒であった。渡辺は押し入れからピストルを取り出し、お母様のところに行きなさいと和子に言った。しかし和子は父の言う和室に戻った。渡辺は部屋の隅に立てかけてあった座卓の後ろに隠れるよう和子に目で合図をした。夫人がこの一団の前に立ちふさがり、あなた方は軍人でありながら上官に向かって乱暴ではないかと制した。そして和子が座卓の裏に入るのとほぼ同時に、隣の茶の間との間の襖が開き、軽機関銃が差し込まれて射撃が始まった。布団の中から渡辺はピストルで応戦したが、やがてそれも止んだ。その後高橋が布団の上から軍刀で渡辺にとどめを刺した。渡辺の遺体には十数箇所に及ぶ銃の傷と3箇所の刀の傷があったという。まさに渡辺は無残な死に方を余儀なくされたのである。その一部始終を座卓の陰から和子は見ていた。歴史に残る事件のわずか9歳の目撃者である。これほどむごい話があるだろうか。室内には弾痕をびただしく、血痕や肉片も飛散していたという。父がとっさに娘の盾にした座卓にも弾痕が残っていた。弾が飛び交う室内で和子が無傷だったのはほとんど奇跡と言える。和子は当時を振り返りこう言った。私はあの場にいることができて本当に良かった。私がいなければ父は自分を憎んでいる者たちの中で死ぬことになりました。私は父の最後の時を見守るためにこの世に生を受けたのかもしれないと思う時がございます。父を殺した青年将校らが引き上げていくのを座卓の陰から見ていた和子はお父様と呼びかけたが答えはなかった。こうして渡辺は62歳の人生を終えることになった。もし渡辺が生き残っていたら、昭和の陸軍は現実の年譜とは異なったものになっていただろう。まず渡辺が存命していたら、彼は昭和10年代には軍政軍令の最高指導者の一人に列していたであろう。たとえ226事件があったにしても、この非合法クーデターを断固許さずに軍内の一掃をしたであろう。現実には寺内被災地が226事件後の広田後期内閣に陸将として入閣して大なたを振るったのだが、そこにはあまりにも強権的な色彩が濃い。もしこれが渡辺であったなら、もう少し理性的に重臣や官僚、それに政治家と接したと思われる。陸軍は現役武官制というシステムを持ち出し、それを使うことによって内閣を作るか潰すかという政策与奪の権力を固めた。しかし渡辺であればこのような陸軍の横暴は取らなかったであろう。なぜなら226事件後の陸軍の軍政は明らかに明治陸軍の抑制の効いた軍事姿勢を失っていた。渡辺はこの抑制の効いた軍事姿勢の代表者だったからである。しかもこうした指導者をコントロールできるだけの能力と実力を持っていたのが渡辺でもあったし、次世代の指導者も彼の言には拘束されただろう。そんな渡辺の非戦思想や問題意識が陸軍の内部で共有される前に、教育総監に就任してからわずか半年後の226事件で暗殺されてしまったのだった。渡辺は日本軍の攻撃精神の誤用と精神万能主義も強く批判していた。さらに航空本部長も歴任し、防空なくして国防なし、と説いて防空の重要性を強調していたり、ドイツ軍の敗因として戦線の拡大による補給の軽視を問題視していた。その点では後に泥沼の戦争へと突き進んでいった日本軍の本質的な課題や問題点にいち早く警鐘を鳴らしていた軍人の一人だったといえる。226事件はその面でも大きな損失を生んだというべきであろう。